い。かわいいよ。はい。あの今あの勝手に動画回してるんですけど、今回ね私リーキャンディーでどうしても発売したかったものがこのトートバッグだと。なんでかというとですね、私はバッグが大好き、バッグ収集女NGT のグッズでも出したことがあるんですけど、やっぱり自分のデザインしたものが欲しかったので、今回こういうなんかお手紙トートバッグみたいなものを作ったんですけど、結構こだわっていて、この街が広かったりとか、あとはここのリボンだったりとかチューリップとかめっちゃ可愛くできたなと思ってるので、これを皆さんにも使っていただきたいということで、ね、今回はこのバッグにどれだけ入るのかっていうのをね、ぜひ検証していけたらいいなと思っているので、今回は検証動画です。それで完全にあの私が考えたあの企画なので、ちょっとあのどうなるかわからないんですけれども、なかなか言っても撮ってくれないので私が勝手に回しましたということでやっていきたいと思います。っていう感じで撮っていいですか？撮りますか。始まってるんで、なんかよし、いきまーす。はい、ということで、やっていきたいと思います、まずは通常バージョンですね。いきなり別日やんって思ったそこのあなた、正解です。はい、じゃあ通常バージョンの荷物を入れていきたいと思います。私がだいたい入れてるものは、まあ、限られてくるんですけど、まず何とは言わんけど、このでかいポーチですね。マイポーチって書いてあるポーチなんですけど、こちらね、余裕でこう入るという。で、その次に、まあ、ペットボトル、私は今レモンティーを飲んでるんですけど、まあ、これも余裕で入るでしょ、まあ、500ミリでも余裕で入ります。お財布入ります。私のこうクソデカメイクポーチも入ります。あとは除菌シートと一味と、一味はこのポケットにね入れればいいので、あとこのイヤホンもここに入れます。充電器、充電器もここに入ります。あとはこのコードをぶち込めば普段の私の荷物ですね。はい、完成。全然入る、もう余裕、こんなに余裕がある。まだだから、ちょっとなんか上着とか寒くなりそうだなって思った時にもう入れられると思います。普段の荷物はこういう感じ。はい、続きまして、ライブに来る日ですね。本当に優秀なバッグなので、まずはこのうちわ、これ全然余裕で入ります。これちょっと装飾がね飛び出してるんでちょっとあれなんですけど、でもすごい、うちわも入ります。なんか公演の日とかもこういうのがもらえたりするんですけど、これも余裕で入ります。あとはね、取っ手出し生写真とか、あとこういうねクリアファイル、 A4 のクリアファイルとか、こういうのも曲げずに入れられます。これがおすすめで、あとはタオル、タオルも全然余裕で入ります。あとはこういうなんかポーちっちゃいポーチとかも全然入ります。で、サイリウムですね、まあ、キンブレ、これ全然入ります。あとはキンブレ2本目です。で、あとはサイリウムでしょ、ね、サイリウムでしょ、それからサイリウムでしょ、で、あとはサイリウムと、サイリウムと、サイリウムと、あとは、サイリウムと、あとはサイリウムですね。はい、こんなに入るんですよ、やばくないですかこれ。何本あるんですか？これは1、2、3、30本入りました。いつ、これどうしてやんの。おお、光った。うえー、ピンクないの、ピンク。これ何、サイリウムで遊ぶ動画。あなたが持ってきたカバンの。こうやって光るんだ、サイリウムって、こういうやつね。は
い、それではですね、続いてコンビニでどれだけ入るかっていうのを検証していきたいと思います。コンビニで、なんか買ったお菓子とかを食べようみたいな、そういう魂胆は何一つありませんので、ここに注意書き入れといてくださいね。中井理香は素直でいい子なんで、そういうことはしませんと。はい、ということで行ってきたいと思います。わあ、すごい夢の企画ですねこれ。鬼滅の刃ある。これは買わねばいかな、いけないの。いや、こっちのコーナーの方が惹かれるな。いや、ビーフジャッキーとこ、これは、まあ、バレないバレない。よし、くどいらないです。誰メントスを鬼ほど入れた人。知らないのいっぱいあるんだけど。はい。やばいやばい、早く隠さない、早く隠さないと。すごい、こんなに欲しいお菓子いっぱい買ったことない。楽しかった。この企画いつもやろうよ。もうはい、ということで買ってきました。このお菓子の山ですね。この全体の値段が6357円という、すごい高い値段。全部食べますから、これちゃんと。はい、ということでやっていきたいと思います。これ入ったでしょ、片揚げポテトね、まずは。で、私の大好きなチョコアンパン入ったでしょ。ハリボー、これも私が大好きなハリボーですね。ハイチュー、あ、サクパンがなんか味がリニューアルしてたので買いました。グラスフェットバター味です。で、紙パックのジュースも OK ということで、リンゴジュース、はい。鬼滅の刃のなんかチップスがあったんですよ、これを買いました。はい、鬼滅の刃チップス、まだありますね、鬼滅の刃チップス。はい、鬼滅の刃チップスです。カードはちょっと後でやる、おまけ。ミスターラーメン、ポイズル2種類買いました。エサジュース、あとは、ビールと、あとあとはアーモンドチョコレート。はい、サッシャガーナのやつ、あと、カルパスとなんかビーフジャーキー買いましたね。これ完全こっちです。あとな、これなんだ。これなんだ、食パンも入ります、究極のもち生。あとはスタッフさんがしなんか具合悪そうだったので R1。 あとはこれ私の秘密のクレープ。秘密のクレープと、あとは喉をね痛めるので戦うマヌカハニー。じゃがりこ、アップマンチョコがなんとキンちゃんからスイッチだったので買いました。めっちゃ好きなやつ。このポッケのところにはメントスがなんとこんなに入りますと。フェリスクとハイチュー、あとテテがいたので買ってきました。これで全部ですかね、こんなに入るっていうね、素晴らしいですよ本当に。はいはい、ではボーナストラック、鬼滅の刃のカードを開けてみようのコーナー行きたいと思います。あとでね、チップスは食べるんですけど、ちょっと待って、見えてる、見えてるやん、やめて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 。私は炭治郎推しなんですよ。だから炭治郎か義勇か、鬼で言ったらラキちゃんかが出ればもう本当にいい。怪力じゃんマジ。ビクタもしなかったんだけど私。はい、じゃあまずはこれ開けていきたいと思います。炭治郎、炭治郎来い、炭治郎来い、行きます。はい、え、あ、寒天の自由だ、やばい、嬉しい。水の呼吸5の方、寒天の自由っていうね、この鬼を優しく殺した炭治郎の優しさが出てる名シーンですね。はい、こちらは、あ、伊之助と善逸だ。はい、じゃあ2個目いきます。これはさすがに出てほしい、せーの、はい、炭治郎だ、やばい、炭治郎の何これ、バッケツだ、演舞やん、え、最高、これ最高ですね、私のめっちゃいい、これ最高。これはまあちょっと煉獄さんなんですけど、あんまりなんか。はい、行きます。はいはい、え、これ炭治郎ですね、これすごい
しかもあの雲のるいくんのところだ、これやばい、めっちゃ嬉しい。炭治郎がいっぱい。それでラスト、はい、これすごい、これがいいんじゃない、本当はこれの炭治郎欲しかったんだけど、うざ、惜しい。でも善逸ってめっちゃ人気キャラだから、いりますか誰かすごい、なんかトレードしてほしい、これやばい。善逸でした。これはまあ同期組ですね。そんなこんなで私の鬼滅はちょっと当たりが出ないという悲しい結果になりましたが、強く生きていきたいと思います見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。これ何の動画だっけ、バッグの動画だよねはい、ということで、あのこのバッグたくさん入るので、ぜひ皆さんいろんな使い方で楽しんでみてください。またねー。